こんにちは。地域福祉課がお伝えする福祉の時間のコーナーです。今回は高齢者の権利擁護に関する成年後見制度利用相談会と講演会についてお知らせします。はじめに成年後見制度利用相談会についてお知らせします。成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などの理由で判断能力が十分でない方が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに不利益を被ることがないよう、家庭裁判所が本人を支援する人を選び、本人の権利と財産を守る制度です。この成年後見人には親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者がなることも可能です。成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また法定後見制度は後見、補佐、補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが本人の利益を考えながら、本人に代わって契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。相談会では利用を考えているが手続きの方法がわからない、家族に必要な制度なのかどうかを聞きたいなど、市民の方からの相談を受け付けています。開催日は毎月第4水曜日の午後2時から午後4時まで、射水市役所本庁舎会議室で行っています。司法書士など実際に後見人活動をしている専門家が相談に応じます。相談は予約優先となります。詳しくは地域福祉課までお問い合わせください。なお、成年後見制度についてのお問い合わせは、お住まいの地域の地域包括支援センターや成年後見センターリーガルサポート、権利擁護成年後見センターパートナー富山などでも受け付けています。最後に講演会についてお知らせします。射水市では在宅医療と介護を考える市民公開講座、この町でこの家でずっとあなたといたいからを開催します。特別講演では講師に地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科部長平野博彦先生をお招きし、健康長寿はオーラルフレイル予防から、口の些細なトラブルを見逃すなと題してご講演いただきます。このほかワークショップや医師会などの専門職によるパネル展示や相談会など、医療や介護が必要となっても住み慣れた自宅や地域で自分らしい生活を送るための参考となる内容となっておりますので、ぜひご来場ください。講演会の日時は12月2日日曜日午後1時30分から午後3時30分まで、場所はアイザック小杉文化ホール響きホールです。入場料は無料で、事前申し込みは必要ありません。詳しくは地域福祉課地域支援係 51-6625 へお問い合わせください。地域福祉課からのお知らせでした。